ウーウム・サマーズは、ニジェール・ニアメ出身の同国代表サッカー選手。ルクセンブルク・ナショナル・ディビジョンの AS ジュネス・エシュ所属。ポジションは FW。2005年から、ニジェールの AS ファン・ニアメに所属し、2005から2006シーズンにデビューし17ゴールを挙げた。翌シーズンには34試合で20ゴールを挙げた。2008年1月、ベルギーのスポルティング・ロケレンに移籍し、 9試合で6ゴールを決めた。2009年1月3日、ロシアの PFC チェスカ・モスクワに移籍することが決定したが、2009年7月1日までロケレンにレンタル移籍の形で残留した。2010年に AS ・モナコにレンタル移籍し、8月25日、FC ジロンダンボルドーにレンタル移籍した。2011年1月28日、 再び、モナコに、レンタル移籍した。2016年2月17日、デンマークスーペルリーガのラナース FC と契約を、結んだ。2016年7月29日、フランスの AC アジャクシオに移籍した。2017年8月31日、RC ランスに移籍した。2019年9月23日、イスラエルプレミアリーグのセクジアネスジオナに移籍した。 2018FIFA ワールドカップアフリカ一次予選のソマリア戦ではホームアウェイでそれぞれ2ゴールずつ上げて勝利に貢献した。ありがとうございます。